はい、微斯、皆さん、こんばんは、高幸です。えー、ちょっとね、車内なんでね、暗い中の撮影でちょっと見にくくて申し訳ございません。えー、今日もですね、木村花さんについての話題です。えー、またね、週刊文春さんがですね、いろいろと明らかに、えー、した記事をですね、えー、アップしていただいております。えー、今回はですね、テラスハウス側と出演者との間のお話で、 とんでもない契約書がね、交わされていたということが明らかになってまいりました。その契約書の内容なんですけども、28項目にわたる内容で、えー、まあそのね、中のいくつかがね、えー、公開されましたので、えー、ちょっとお話ししていきたいと思います。同意書兼誓約書という名前らしいんですけども、えー、まず、途中リタイアしないこと。 演出指示に従うこと。これも明らかにやらせだよね。写真週刊誌などの雑誌に公害しないこと。自分たちの SNS のアカウント情報を開示すること。という内容がね、えー、制約書に書かれていて、しかも、これらの 制約条項に違反し、放送配信が中止になった場合には、出演者が放送回分の制作費を無条件に賠償するということが記載されていたそうです。ということはどういうことかというと、えー、出演者は指示に従わないで、えーまあ、自分勝手にですね、まあ、自分の恩がままに、要は恋愛ができていなかったということなんですよ。 しかも指示に従わなければ、損害賠償をテラスハウス側はちらつかせて、出演者を脅していたような状態だったということなんですよ。こんなことが許されていいんですかねしかも、その花さんが亡くなってしまった後にね、その出演者たちは、一流ホテルのスイートルームに、あの、 閉じ込められて、誰とも接触できないような状態にされていたらしいじゃないですか。テラスハウス側は、その、傷を癒す、心を癒すための、まあ対策であったと言ってますけども、明らかに、取材陣との遮断だよね、これはね。うん。まだまだ、 ありますよ。えー、花さんはね、その撮影中に過呼吸になってしまったことがあるらしいんですけども、それでもテラスハウスは中断せずにですね、撮影を強行したという事実が明らかになっております。本当にね、これやってることがね、反社会勢力と一緒ですよね。本当にね、 これははももっともっととと追求しななくていいけないと思いますえー、またね、えー、花さんが亡くなった後の、えー、調査委員会で、えー、通常はね、えー、そのテラスハウス側とかフジテレビではない人物第三者を立てて調査委員会というのを普通は実施するんですけどもその調査委員会も出演者たちがあの普段 何も言えなかった、まあ、要はテラスハウス側のスタッフがですね、えー、調査する人員として設定されていたそうです。もうそんなことをやっているようでは、本当に今後、このようなことまた起きますよ。本当にね、この、フジテレビテラスハウスにはですね、 がっかりですよ。うん。まあ、今後もね、ちょっと注視してね、えー、また気になることがありましたらね、動画アップさせていただきたいと思います。ではまた